はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。今日は3月8日月曜日、時刻の方は19時40分です。メールテクテテテテンピピョー。はい、そんなわけでね、今回は楽天アンリミット6についての話題になります。アップグレード案内メール来たーってことで、おそらく今日の昼間皆さんのところにもメールが届いたんではないかなと思いますね。そんなわけで、メールの内容をねちょっと確認していきましょう、ね。はい、まずね、楽天モバイル株式会社からね、重要料金プランアップグレードのお知らせということで、今日のね日中に来てるんじゃないかなと思いますね。はい、内容を見ていくよ。2021年2月28日23時59分時点で、楽天モバイルをご利用中のお客様にお送りしております。メール配信日時点で、これね、今日お解約済みの方にもお送りしている可能性がございます。あらかじめご了承くださいということで、2月28日までね、会社を持っていた方、ね、3月1日に以降辞めた方もいらっしゃるでしょうね。でもこのメールの案内が届いてますよということで、ご了承くださいとのことです。弊社楽天モバイルをご利用いただき誠にありがとうございます。楽天モバイルコミュニケーションセンターです。お客様ご利用中の料金プラン楽天アニミット5は2021年4月1日0時より全てのお客様に最適なワンプラン楽天アニミット6へ自動で大幅アップグレードいたします。現在ご利用中のお客様も1回線目ならデータ 1GB まで0円でご利用いただけ、よりお得に使っていただけるプランとなります。1ヶ月除霊、ね、アップグレードは無料でお手続きも支障ありません、ね、データ1ギガまでだったら0円で使えますよということをね、ここでもアピールしていますね。だ0円ね、長く0円で使ってるから、回線解約するよとかね、そんなようなことはねないですこれね。また自動アップグレード後もプラン料金1年無料キャンペーンは期間満了まで継続適用されます。1年無料キャンペーン、ね、の最終月は月末まで1年無料適用となります、ね、月末まで、ね、1年間無料、ね、の最終日の月末まで、ね、最終日のある月の月末まで、ね、プラン料金最大月2908円、最大はね最大2908円、1ギガ未満だったら1回線目なら0円の運用も可能です。お一人様1回線1度のみ1年無料、製品代オプション料通話料等は別費用です、ね。あと1年無料キャンペーンの適用終了日はウェブ版のこちらの方ね、前楽天モバイルの契約プランからご確認いただけます。プラン名と月額プラン料金の下に月額プラン料金1年間無料何年何月何日までと記載があります。プラン料金1年間無料終了翌日から月末最終日までは日割り請求になりますとの記載がありますが、実際にはその月の月末までが無料となります。例、月額プラン料金1年無料2021年4月7日までと記載がある場合、2021年4月30日まで無料となります。表記の金額は全て税別ですということで、元気なおじいのね今の契約しているやつを見ると2021年4月13日までとなっています。でもこれが4月のねその月末まで、4月の30日までが無料期間となりますよ、延長しますよという内容になります。はい、楽天アニミット6とは製品代オプション料通話料等は別費用、2回線目以降は0ギガから3ギガまで980円、データ無制限は楽天基地局に接続時公平にサービスを提供するため通信速度の制御を行う場合があります。パートナー回線エリアは国内は5ギガ、超過後は最大 1Mbps、 海外は 2GB、 超過後は最大 128kbps で使い放題、最大 1Mbps で使用時動画再生アプリダウンロード等では時間がかかる場合があり、通信速度はベストエフォート、ね、各個規格上の最大速度であり、実行速度は通信環境状況により変動しますということだね。
まあ、ショコタっていうのはね、本当みんな全員違うからね、そこの地域、時間帯、その同じ時に、その基地局がね、何人カバーして同時にやり取りしてるか、ね、そういったものによって変わってきます。はい、データ通信。ご利用中の楽天アニミット5は1年間無料期間終了後はデータ利用料に関わらずプラン料金が2980円でしたが、アップグレード後の楽天アニミット6は毎月のデータ利用料によってプラン料金が変動いたします。毎月使ったデータ分だけ支払うベストなワンプランへ。製品代オプション料、通話料等は別費用、2回線目以降は0から下げまで980円。データ無制限は楽天基地局に接続時、公平にサービスを提供するため通信速度の制御を行う場合があります。パートナー回線エリアは国内は5ギガ超過後は最大1メガ BPS、 海外は2ギガ超過後は1メガ、最大128キロ BPS で使い放題。最大1メガ BPS で使用時、動画再生、アプリのダウンロード等では時間がかかる場合があり、通信速度はベストアイフォアと機械上の最大速度であり、実行速度は通信環境状況により変動します。毎月のデータ使用量によってプラン料金が変動します。データ利用料は楽天回線エリア、パートナー回線エリア国内、パートナー回線エリア海外、すべてエリアでカウントされます。データ高速モードがオフであってもデータ利用料はカウントされます。これね、パートナー回線は高速モードとね、高速モードがオンオフがあるけども、それはもう関係なしで利用料はカウントされますよというのもね、ここだけ、今回は注意をしてください。で、プラン料金最大2980円、月ね、お一人様1回線1度のみ1年間無料、製品内オプション料、通話料等は別費用ということでね、まあ、かなり重複するものもあったけどもね、こんな内容です。はい、プラン料金1年無料、米4は自動アップグレード後もそのまま継続、楽天アニミット5の提供終了後、楽天アニミット6提供開始後も期間満了まで継続適用されます。開通日から12ヶ月経過後の月末まで1年無料対象となりますということです。なので、今ね、例えば3月1日に、開通した方は1年後は2月の28日なので、そこが月末だからね、そこで終わりです。で、3月2日に契約した方は1年後が3月1日なので、その月の月末までが無料対象となりますね。元気なおじいの、ね、動画を見て、ね、同じ契約するんだったら毎月2日が一番お得だよっていうのを見てね、1月に、ね、カバレンスの後に契約急いだ方、ね、2月の2日にした方がいいよってね、ずらして安心した方もいらっしゃるし、ね、3月1日からね、月末に来ちゃう予定だったけども、ね、宅急便を送らせて3月2日に受け取り、ね、大正解です、その方はね。30日違ったら大きいからね、本当ね、はい。そして、プラン料金最大2980円付き、お一人様1回線1度のみ、1年無料、製品代オプション料、通話料等は別費用、1年無料キャンペーンの適用終了日はウェブ版のこちら、マイ楽天モバイルの契約プランからご確認いただけます。プラン名と月額料金の制限、月額プラン料金1年無料、何年何月何日までと記載があります。これさっきも読んだと全く同じ、これね。もうこんなところはね、ちょっと走りたいと思います。1年間無料、2021年4月7日までと記載がある場合、2021年4月30日までが無料となります。はい、4G、5G 対応ということで、まあ、順次拡大予定、5G のご利用にはということで、5G サービスエリアがあります。で、楽天モバイルの 5G 通信をご利用になれるエリアを確認できますということで、北海道、埼玉、東京、神奈川、大阪、兵庫、こちら現在ね、もうこれしか今予定がないです。北海道はここね、何て呼ぶか分かんねえ、埼玉県はここね、そして、東京とかね、いっぱいあるね、本当ね、ほとんどこれ世田谷区ばっかだね、こうね、板橋区が1個だけあるけど、ほとんどみんな世田谷だね。静岡から東名高速道路で行くと、高速道路 あの東京のね、一番最後 出口のところが世田谷なんだよこれね、うん、健康食品なんか持ち食ってるところだね、ここね。はい、そして神奈川県は横浜市のここ西区、ね、大阪府はここ、ね、そして、兵庫県はこことなります。そして通話について、ね、
楽天リンクアプリで国内通話がかけ放題となっております。6、国内通話かけ放題、楽天リンクアプリ使用時はプランに含まれる。楽天リンクアプリ未使用時は30秒20円、一部対象番号あり。楽天リンクアプリ未使用時は国内 SMS は3円70文字ね、3円全額。その他国と地域は70文字100円、ね、楽天リンクアプリ未使用時国際 SMS は70文字100円となっております。で、楽天アニミット6と5の比較、今お使いのプランがアップグレード後にどのようなプラン内容に変更になるのか比較でご確認いただけますということでね、リンクがあると思います。ここからは Q&A になります。1ギガまでプラン料金0円に何か条件はありますか？複数の回線を利用している場合はどうなりますか？ね、これについて、楽天アンリミット6においてプラン料金が1ギガバイトまで0円となるのは1回線目のみとなります。なお、一度ご契約されていた回線を解約された後に再度別の回線を契約された場合、出戻りの場合ね、ご利用中の回線が1回線目のみであればプラン料金は 1GB まで0円となります。また、2回線ご利用されているお客様が1回線を解約した場合は翌月1日から残りの回線が1回線目となり 1GB まで0円となりますということですね。毎月毎月ね、1日の段階で一番生きてる回線の一番契約の古いものが 1GB まで0円の対象となりますよということです。で、アンリミット6でも 5G は利用できますかということでね、5G のご利用は楽天回線エリア内の一部のみとなっており、順次エリア拡大を行っております。なお、電波状況は周辺の環境によって 4G での接続となる場合がございますということで、さっきのエリアのみとなっております。毎月のデータ利用料によってプラン料金が変動しますが、データ利用料は何が含まれますか？データ利用料ね、データの利用料には何が含まれますか？ここ重要だよ皆さんね。楽天アニミット6におけるデータ利用料にはデータ高速モードオンオフ、速度制限の有無にかかわらず以下の全てのデータ利用分が含まれます。楽天回線エリアでのデータ利用料、パートナー回線国内でのデータ利用料、パートナー回線エリア海外でのデータ利用料、これが全てカウントされますということになります。なお、以下のご利用についてはプラン料金に影響を与えるデータ利用料にはなりません、含まれませんということで、ここ楽天リンクを利用したメッセージの送受信、電話の受発信ということになります。楽天リンクはデータ回線を使って、要はLINE 電話みたいにして、ね、使うからデータ使うよね。 1GB だったら何分ぐらい話せるのかなってね、前計算された方がいるんだけども、楽天リンクを使った場合はこれはメッセージの送受信 SMS だよね、 SMS の送受信とか、まあ、チャットとか全部ね、メッセージの送受信と電話の受発信は全て、これノーカウントってことなんだね。ノーカウントです。だから、これね、花火専門チャンネルさんもコメントで言ってくれたんだけどもね、楽天確認してくれたんだけども、ゼロ円運用が可能なんです。だから、ね、だからデータを使わないでね、で楽天リンクだけを使ってずっと通話をしてもゼロ運用が可能ということです。楽天リンクを使わなかった場合はお金がかかります。楽天リンクのメッセージの送受信、電話の受発信以外のウォレットやニュース機能やマイ楽天モバイルのご利用にはデータ利用料がカウントされますよということでご注意ください。ここやっぱりね、太っ腹だね、すごくすごいね。楽天リンクを使ったチャットとかメッセージとかね、 SMS とか電話の通話会話送受信、全てノーカウントです。これね、データ利用料では含まれない。これ太っ腹でしょ、すごく。ここが含まれるって言ったらね、何分までかなとかって気にしなきゃなんないけども、ここ嬉しいでしょみんなね。はい、1年無料の期間について、月中に契約した場合月末までの料金はどうなりますか。1年無料キャンペーンが終了する予定である月の月末まで無料期間を延長いたします。で、
新規契約で2020年11月8日に開通した場合、無料期間は2020年11月8日から11月30日になりますということでね、1年ちょっと、その月の月末までね、ということになります。はい、お申し込みやカスタマーサポートはオンラインのみですかということでね、楽天アリミット6のお申し込みはオンラインだけでなく、店舗、各個楽天モバイルショップでも受け付けております。なお、カスタマーサポートの体制についても変更の予定はありません。ここ重要ね、18歳未満のお客様がお申し込みになる際は、保護者様のご同伴の上、楽天モバイルショップ、各店頭でのお申し込みが必要になります。店頭に行かなきゃダメなんだよ。で、店舗でのお申し込みの際は、必ず原本をお持ちください。ということです。これね、証明がね。はい、そして楽天アニメント6ユニバーサルサービス料はかかりますかということで、2021年2月28日現在、ユニバーサルサービス料はお客様にご負担いただいておりません。おじいもまだね、一円も請求が来ておりません。今後内容が変更となる場合は、楽天モバイル公式サイトにてお知らせいたします。なお、1年無料キャンペーン期間中はご負担開始後であっても、ユニバーサルサービス料はかかりません。ゼロ円したらゼロ円なんだね。無料なんだよ。なら楽天アニミットまたは楽天アニミット5お申し込みキャンペーンプラン料金1年間無料キャンペーンの終了日はどこで確認できますかということでね、これもさっきの重複します。これがね、楽天マイ楽天モバイル契約プランからご加入いただけます。プラン名と月額料金の下に月額プラン料金1年無料何年何月何日までと記載があります。プラン料金1年間無料翌終了翌日から月末最終日までは日割り請求になりますとの記載がありますが、実際にはその月の月末までが無料となります。例月額プラン料金1年間無料2021年4月7日までと記載がある場合、2021年4月30日まで無料となります。月末までねなりますよということになります。はい、これね、でアプリ版のマイ楽天モバイルではご確認いただけないためウェブ版をご覧くださいということで、アプリ版のマイ楽天モバイルでは見れないってことだからね、ウェブでパフィンブラウザーって無料のやつがあるから、ペンギンのやつが、その緑の無料のやつを使って楽天モバイルを入っていくとね、ブラウザーモードでちゃんと見ることができます。はい、8、楽天アニミット5から楽天アニミット6へのアップグレードは何か手続きが必要ですかってことでね、自動でアップグレードを行いますので、お客様の手続きは必要ございませんね、ということになります。今後とも楽天モバイルサービス製品をご愛顧いただけますようお願い申し上げますということで、丁寧なメールをいただきました。こんなわけでこれと全く同じ内容が2月28日まで契約していた方ね、2月28日現在契約した方全員に今回のメールが届いていると思います。そんなわけで楽天アニミット5の終了日が何日になってるから日割り計算ってなってるけどもおじいって言ってた方もこのメールを受け取ったことによって安心したでしょうね。楽天アニミット5のプランでは365日なんですね。でも6のプランでは月末まで延長しますよということなんで、そういうことなんですこれはね。はい、こんなわけでね、楽天アニミットはね、そんな三木谷会長耳ちくないから本当ね本当ね、そんなわけで安心して使えばいいんじゃないかなと思います。はい、そんなわけで今回は楽天アニミット6アップグレード案内メールが来たという内容でした。こういうのが来てもね、しっかり中見ない方もいるだろうし、ペロペローンって斜め読み一緒ね、内容を理解してない方もいるだろうから、元気なおじいがね、解説をしながら説明させていただきました。そんなわけで参考になった方はグッドボタン、暇つぶしになった方はいいねを押してください。チャンネル登録もよろしくね。おじいでした。またね、バイバイ。